こんにちは、管理栄養士の中江理香です。今日は1週間分の和食の作り置きを作っていきます。和食は低脂肪低カロリーなものが多くて、カロリーが気になる方にもおすすめです。また野菜やキノコ、豆類など食物繊維豊富な食材をたくさん使うので、体にも嬉しい料理です。今日は10品のメニューを一気に作っていくので、電子レンジなども活用してなるべく簡単に作れるメニューを組み合わせてみました。まずは野菜を切ります。まず三目豆に使う野菜なんですが、人参は1センチ角のサイコロ状になるように切ります。そして椎茸も1センチ角に切っていきます。軸の端っこの硬いところは包丁で取り除きます。だいたい縦横に3等分にするといい感じの大きさです。軸は少し硬いので手で繊維に沿って裂いておくと食べやすいかなと思います。あとは大豆の缶詰です。全部の材料を耐熱容器に入れて調味料を加えます。さっと混ぜたらラップか蓋をして電子レンジで加熱します。次は厚揚げの煮物に使うキノコを切ります。エリンギは短冊切りにします。椎茸は薄切りにします。煮物は後で作るので、とりあえずザルに入れておきます。三目豆は加熱が終わったら一旦蓋を開けて混ぜて、もう一度電子レンジで加熱します。次は大根を切ります。これは手羽元の煮物に使うやつです。皮を剥いてから縦半分に切って1センチの厚さに切ります。ピーマンは縦半分に切って種を取り除いたら、さらに縦に3等分に切ります。三目豆は2度目の加熱が終わったら、また混ぜてから蓋をして5分ほど蒸らしておきます。次はインゲンを茹でます。熱湯に塩を少し加えてインゲンを入れます。茹で時間は 1、2分ほどです。茹でたらザルにあげて水にさらして冷まして水気をよく切ります。それからさっき切っておいた大根なんですが、電子レンジで加熱して柔らかくしておきます。それから茹でたインゲンはヘタの部分を取って食べやすい長さに切ります。ちなみに最近のインゲンは筋のないものがほとんどなので、ヘタだけ取れば大丈夫です。次は酢の物に使うきゅうりを切ります。きゅうりは薄切りにします。そして塩小さじ3分の1を振ってしんなりとするまで置いておきます。切り干し大根は水で戻しておきます。人参は千切りにします。生のまま使うので、なるべく細い方が食べやすいかなと思います。ブロッコリーは小房に分けておきます。大きいものは半分に切ります。次は長芋のゆかりあえを作ります。最初にボウルに調味料を合わせておくと作業がスムーズです。長芋は皮を剥いて厚めの半月切りにします。
そうしたらさっき合わせておいた調味料と混ぜます。ゆかり合いは色もとっても綺麗なので、彩りとしてもとってもおすすめです。次は酢の物を作ります。ボウルに調味料を混ぜ合わせます。そして千切りの人参と水気を絞ったきゅうり、それから切り干し大根を加えて混ぜます。次はいんげんのごまあえです。ごまあえも調味料を混ぜたらいんげんを加えて和えるだけです。次はブロッコリーの塩麹オイル蒸しです。ブロッコリーは茹でるよりも蒸した方が美味しいし、栄養も効率的に取れるのでおすすめです。塩麹とオリーブオイルを入れたら蓋をして 2,3 分蒸します。次は厚揚げとキノコの煮物を作ります。だし汁は水 250cc とだしの素小さじ1/2の1でも大丈夫です。沸騰したら厚揚げとキノコを入れて落とし蓋をして弱火で10分ほど煮ます。次は手羽元と大根の煮物です。手羽元は焼き色がつくまで焼いたら、レンジで加熱しておいた大根と調味料と生姜の薄切りを加えます。それからクッキングシートかアルミホイルで落とし蓋をして15分ほど煮ます。次は鶏肉とピーマンの照り焼きを作ります。これはレンジでとっても簡単にできるので、ぜひ試してみてほしいです。まず調味料を耐熱容器に入れたら、片栗粉のダマがなくなるまでよく混ぜます。鶏もも肉は半分に切って、肉の厚い部分は包丁で開いて厚さを均等にしておきます。そしてさっき混ぜ合わせた調味料に絡めてから、皮を上にして空いているところにピーマンを加えて、そして蓋からラップをして電子レンジで3分加熱します。加熱が終わったらひっくり返してもう一度3分加熱します。手羽元の煮物は15分経ったら落とし蓋を取って、汁気が3分の1ぐらいになるまで少し火を強めて煮ていきます。次は下味冷凍の豚肉の蜂蜜味噌漬けを作ります。豚ロースは筋のところに包丁を入れておきます。それを両面やっておきます。保存袋に調味料を入れて揉み混ぜてから、豚肉を入れて全体になじませます。最後は鮭の簡単粕漬け風というものを作ります。これも下味冷凍です。鮭粕とみりんと味噌を混ぜたものを鮭の両面に塗っていきます。そうしたらラップで全体をぴっちりと包みます。それから乾燥しないように保存袋に入れて口を閉じて冷凍で保存します。
というわけで、今日は体に優しい和食の作り置きを10品紹介しました。ぜひ気になるものがあれば作ってみてもらえたら嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。